どんどん。うちからすぐ近くなんですよ。ここは？すぐ近くでよくちょこちょこ来ております。うん、いただきます。私も何度か連れてきていただきました。おかめに。うん、おかめにね。ありがとうございます。勝手に。でもいいな、こんな美味しいお店が近くにあるなんて。いいでしょうね。うん、ここは工業団地が近いので、うん、結構皆さんお昼は、うん、食べに来てたりします。もう常連さんが多いですね。結構なボリュームだと思うんですよね。男性多いですね。うんうん、普通なかったです。うん。これも食べたよ。暑いよね。あ、食べた？え、来たことある？なんか言ってるじゃん。ね。もう連れてきていただいてますか？あ、さっきは焼肉食べたの、うなぎもあるの、うん、今はない、先週で終わっちゃう。ああ2切れをボンボンってなってて、うん、贅沢にいただきました。72,500円。そう、うなぎも安い、うなぎ安かった。夏は結構それ狙ってくる人も多いですね。じゃあもう恒例みたいなもん。恒例ですね。7月の牛の日に向けて、うん、あと8月も牛の日に合わせてありますね。うん、ナスめっちゃうまっ。あ、ね、うん、小鉢。あ、大丈夫。食べてください。よく食べてるんで。他のもんちゃんが言っていいのかさ。あ、それだけ。いいよ。バイトというかお手伝いしてたと。お伺いしております。もうね、うん、運び配膳のお仕事ってあんまりないのかしらね。みんなあんまり経験しない。うん、経験してないようだけど、みんなマックとか、ああ、ファーストフード系が多いし、こういうむしろちょっと定食屋さんっていうのがちょっとないかな、ないのかもしれないですよね。でもやっぱりこういう定食屋さんだと結構地元の人がたくさん来てくれるので、やっぱりそういうコミュニケーションが取れるかなと。バイト何やったことある？私は初はあれ、南海プリーツって言って、プリーツ何、制服のひだひだみたいなのだったり、ああいうのいるプレスの会社でバイトして、だから暑い中アイロンみたいな。なんかポンポンしてツルになるやつじゃない？あそこは伸ばす。ああ。バイトして。え、いくつぐらい、何年ぐらい前のこと？すごい。そんな昔からあったんだ。技術職。すげえ。あとに31アイスクリーム。うん。で、泉屋の下の。え、泉屋やったんですか？昔ね。昔。うんうん。霞。あ。三角のとこの、おなばけ入るところの、神谷の最新だ。今時だった。最新だった。あと牛久シャトー、あとエルズダイニングステーキ宮の前。ああ。そうね、エムズダイニングだった昔。あそこで働いてた。家庭教師。ああ。いろいろやりました。いろいろ。配膳もやったかも。配膳？はるちゃんが？一番最初、ハンバーガーチェーン店、マクドナルド？モス、熊本でね。でそこ卒業、そこ終わって上京した時に、夢の国で働いたので、もうバイトじゃなかったから。私最初のそのモスバーガー高校生の時だから、バイト代時給が500円だったの。まあ、でもその当時はそうですよね。500円って30年前よ。高校の時は、あれですよ、茨城県も580円が最低、そこでファミリーマート580円だった。500円の時は8時間働いても1日4,000円なわけよね。でもその頃はまだ物価が安かったはず、なんだろう、まあ、例えばその時は全然してないけど、お酒とかタバコとかしてないからそんなに生活はかかんないけど、あ、やちっち、
でもいろんなものは今の方が安いと思うの。でもカラオケ行くのってカラオケめちゃくちゃ高かったのよ。カラオケ部屋代を払った上に1曲100円払ってたから、そうカードだったり100円玉だったり、1時間1500円とかするんですよね。高バス、まあ、熊本では市電、うん、路面電車だったけど100円だったかな。安、うん、なんか200円持ってれば往復できる。あれ長崎だったかな、まあ、でもそんなに高くなかった。しかも固定だったような気がする。でも今みたいに便利じゃないし、スマホないし携帯もないから待ち合わせ時間に、ね、ずっと待ちぼけとか家電しかない、うん、あとは掲示板、ね、知ってるその時代。それはなんかのアニメかなんかで、あれかな、シティハンターじゃない、 NEXYG でしょ、うん、でもブルガー、